神奈川県みんなでビューティービーエンターテイメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。今週は梅小町と一緒にお送りしていきます。はい、どうも、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。意外とちょっと久々感がありますね。そうなんですよ。忙しいお正月を過ごしましたか？もう夫の実家で1週間アンテナ張りまくりの日々を過ごしました。神経使った ね、それはね。私たちのお正月大変ですからね。さあ、そしてルイルイ、はい、よろしくお願いします。年末にね、子供が生まれましたっていうね、たくさんおめでとうございますってメール来てましたよ。ありがとうございます。ねえ、にぎやかなお正月だったことでしょう。そうですね、はい、はい、ま、今年ね、にぎやかだったんですけれども、はい、皆さん、ちょうどこの時期にくまいちゃんがカナフルで何かを作ったんですけれども、こちら覚えてますか？くまいちゃん、くまいちゃん、そうなんです。そのなんか看板とか書いてくれたりとか。あ、そうですね、看板もありましたけど、ね、そっちじゃないですよね。くまいちゃんといえばほら、健康志向だから、なんかくまいパーソナルジムを作ったみたいな。大掛かりな話だ。作ったそれ。違いましたっけ。本当にあったら怖いですけどね。まあ、カナフルではやってないですよね。覚えてません？ちょっとなんか丸いものでこう、なんか時間をかけて、こう丸いもので集めて、グニグニして、グニグニして、フラフープかな。あ、そうしてた。ごめん、耐えられない。お願いします。ちょっとこれもうね、出てこないみたいなんでね、VTR で見ていただきたいと思います。はい、ではこちらご覧ください。明けましておめでとうございます。リポーターの熊井です。今年も楽しくリポートしていきたいと思います。さあ、私はですね、平塚市にある農業技術センターにやってきました。1年前にも訪れているんですけど、ここであるものを作ったんですよ。それが完成したということで、取りに行っていきたいと思います。では行ってみそう。昨年津久井在来大豆を特集した回で、くまいちゃんが作ったものといえば、田崎さん、うん、思い出しました？うん、今言ったよね、だって言ったね。絶対吉名さん、お願いします。はい、くまいさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お探しのものはこれですね。はい、出ました。1年前私が作ったカナフルくまい味噌です。いや、1年ぶりのご対面ということで、いや、お久しぶりです。お久しぶりです。じゃあ開けてみますか。はい、はい、お願いします。いきます。運命のご対面。じゃん。おー、あ、すごい、ちゃんとお味噌になってる。すごい。熊井さんが一生懸命こうね、潰して仕込んでくれたお味噌なんで、はい、そうです、結構力仕事でしたよね。はい、私、はい、次の日筋肉痛になったんですよ、腕が。はい、お味噌の香りすごいですね。すごい香りでしょう。色もこれはいい感じですか？はい、もうすごくいい色だと思います。さあ、では早速カナフルくまい味噌の試食させていただきたいと思うんですけど、はい、どうぞ。これですね、お味噌、ちょっと見てください。私が潰しきれなかった津久井在来大豆、そのまま残ってますね。いやいや、まあ、これも味ですよね。そうですね、はい、お豆の味が残ってていいと思いますよ。はい、私のオリジナリティということで、はい、いいですかね。はい、いいと思います。いただきます。うん、うわ、おいしいです。美味しいですか？すごい、なんか旨味がギュッと凝縮されてて、はいはい、またちょっとこのお豆の粗さが癖になっていいですね。っていう前向きな。いや、お味噌とっても美味しく出来上がりましたので、ぜひ田崎さんと梅小鉢のお二人にも食べていただきたいなと思いますので、スタジオにお持ちします。わー、これですよ、届きました。くまいちゃん、じゃんじゃじゃーん。うわー、香り、ありがとうございます。香り、いい香り、来てる来てる。なんかこう、表面的にはつぶつぶ感はないですけど、いい感じで出来上がってますね。うわ、もうこっちこっち、お顔、はいはい、をガッと突っ込みたいね。すごい大胆やな。すごいいい香り。あ、でもつぶつぶ見えましたね。見えました。近寄ると見えましたね。素敵。ってことは、ルイルイ、今日はお味噌の特集ってこと？今回味噌だけではなくて、まあ、この味噌作りにも関係している
発酵について特集したいと思います。発酵なんです。ちなみに皆さん、発酵と聞いて何か思い浮かべるものありますか？発酵、甘酒、お酒。あ、お酒あります。甘酒ね。お酒すぐ出てきますね。発酵が早かったですね。早かった。いや、でも発酵といえば何だと思いますか、安めぐみさん。あ、そうですね、あれですかね、あれ、はい、もうあれだと思います。何も思い浮かんでないですよ。あれ、あれです。出てない。皆さんの頭の中にね、それぞれあれが思い浮かんでるかもしれないです。まあ、チーズとかね。あ、そうね、ヨーグルトとか、そうね、まあ、発酵食品もう本当に毎日触れ合うぐらいたくさん種類があるんですけれども、それでは発酵すると食品などにどういった効果があるのか、引き続きくまいちゃんに調査してもらいました。 VTR でご覧ください。さあ、発酵食品と聞いて私が一番最初に思い浮かぶのが納豆なんですけど、まだまだ他にもたくさん発酵食品あると思うので、今日は発酵のスペシャリスト斉藤さんにいろいろ詳しくお聞きしていきたいと思います。では斉藤さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤さんは発酵料理教室などを通じて発酵の魅力を広く伝える活動を行うスローエイジング料理研究家。現在は江ノ電稲村ヶ崎駅近くの稲キッチンにて週に一度料理を販売しています。斉藤さん、よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、そもそも発酵食品とは何なんですか？発酵食品っていうのは食品に微生物がついて、でその微生物が増えることによって起こる変化のことを言います。発酵がもたらす効果というのはすごいたくさんありまして、で、まずは第一に美味しくなる。発酵させることによってコクが出たりですとか、そういったことですごく美味しくなる。あと保存性がアップします。例えば鶏肉に塩麹なんかをまぶしておくと、普通の生の鶏肉の状態だと数日賞味期限 2,3 日になっていると思うんですけれども、はい、それをまぶしておくことによってその賞味期限が伸びたりということで保存性がすごくアップします。あとはその栄養価が高まるですとか、あとは、その微生物の働きによって分解されるので消化しやすくなるというふうにも言われてますね。はい、じゃあ腸にもいいんですね。そうですね。ではここで梅小鉢のお二人にクイズです。世界で一番初めに誕生した発酵食品は何でしょう？10秒でお答えください。10秒。せーの、ぬか漬け。あ、違う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 、お醤油、玄米、チョコレート。じゃあ正解を斉藤さんお願いします。はい、それはヨーグルトです。ヨーグルトは、紀元前5000年5000年頃に偶然発見されたっていうふうに言われてまして、遊牧民がヤギの胃袋にミルクを入れて、それを持ち運んで旅をしていたところ、白い塊ができてるなと思って食べてみたらすごく美味しかったということで発見されたのがヨーグルトと言われています。おお、さあ梅小鉢のお二人、当たりましたかね？当たりました。いや、当たってない、全然当たってない。アメとチョコレートって言ってない。血が入ってなかった。血がもう最後何でも言ってたよ。ヨーグルトなんですね。さて、お次は発酵食品の魅力を生かした斉藤さんのお手製2種類のスパイスカレーをいただきます。いただきます。あ、おいしいです。ありがとうございます。お肉がすごく柔らかいですね。そうですね、これも麹の力、発酵の力で柔らかくなってます。麹とヨーグルトの力ですね。あ、ヨーグルトのちょっとほんのりした甘さもあってスパイシーなんですけどまろやかですね。また全然違いますね、このさっきのスパイシーな感じと。そうですね、こちらどちらかというと甘めなカレーで、はい、すごい栄養もしっかりとれて。そうですね、私が作っているお料理はすべて発酵食品をメインにして、それに抗酸化作用が高いとか、あと食物繊維が非常に多いとか、そういった高老化食材、いわゆるアンチエイジング食材ですね、そういったものを組み合わせて作ったお料理でして、じゃあ食べてこう内側から綺麗になっていく感じですか？そうですね、発酵食品との相乗効果で、栄養価が非常に高いものになっています。へえ。
そしてこちらはオーバーナイトオーツと2種の生甘酒のデザート。なんでも発酵食品を効果的に食べる斉藤さんおすすめの食べ方らしく、いただきます。うんうんうん、あ、おいしい。うん、ほんのり甘いですね。そうですね、優しい甘さですね。はい、うん、こちらあのお砂糖は一切使わないで作ってまして、すべてその甘酒の甘さ、あとあのフルーツの甘さ、うんうん、まあ、あのちょこっと蜂蜜はかけてるんですけども、はい、それは本当にちょこっとだけかかってる状態なので、お砂糖は使わないでこの甘さっていうのは、これも発酵の力です。すごいですね。そうですよね、発酵食品っていうのはあの善玉菌がたくさん入っているんですね、うん、であの腸の中の善玉菌をあのそれによって増やすんですけども、はい、その善玉菌の餌になる食材っていうのを一緒に食べると、うん、腸の中で善玉菌も増えて、しかも餌も一緒に入れるので、うん、善玉菌がその餌を食べてより増える、はい、ということで、バナナですとか蜂蜜がそういったオリゴ糖ですとか、うん、あと甘酒にもオリゴ糖がいっぱい入ってまして、はい、そういったことでその善玉菌と、餌がもうたくさん入ったデザートになります。うん、いや、美味しくて止まんないですね。よかったです。美味しそう。これは止まんないでしょう ね体によくって、なんかもう罪悪感ゼロですよね、これ ねいくら食べても。善玉菌とその餌との関係勉強になった。両方一緒に取るっていう ねしかもお砂糖を使わなくても甘みを引き出すパワーを発酵って持ってるんですね。すごい、ね、本当に悪いところないって感じですよね。ちなみにあの発酵食品なんですけれども、まあ、日本だけではなくて世界的にもいろいろありまして、ちょっとこちらを見てください。はいはい、あるんですよね。メンマ、そうメンマ、ナタデココね、意外、ウォッカもそうか、お酒ですから ね、うん、なんか面白いですね。世界にもこれだけたくさんの発酵食品があるということで、はい、そうなんですね。いろいろございます。ということで続いてもですね、くまいちゃんが発酵について調査をしてきてくれました。 VTR ご覧ください。ということで、くまいちゃんが来たのは藤沢市にある農家レストランいぶき。このお店の発酵とは。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すごく素敵な店内ですね。木のぬくもりもあって。あ、そうですね、ありがとうございます。ちょっとあの木の雰囲気を出したくて、あの古民家の柱と梁をあの再利用してあの建てさせていただいてます。こんな素敵なレストランでどんなメニューのお料理がいただけるんですか。まあ、基本的には、はい、その地元のここ藤沢市の野菜だったり、はい、お米お肉を使った料理を提供させていただいております。うちはその発酵調味料をあのうちで仕込んであの発酵させてますので、それを使って料理したお食事がおすすめになっておりまして、はい、発酵調味料とは麹菌などの細菌を使って製造される調味料のこと。料理のさしすせその酢、醤油、味噌も実は発酵調味料なんです。そんな自家製発酵調味料を使った料理、楽しみですね。さあ、早速お料理持ってきていただきましたが、めちゃめちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。しかも体に良さそうな、この発酵調味料が使われているというのは、はい、はい、そうですね、もうたくさん使われておりまして、はい、まあ、まずこのメインから、こちらがその皮脂用という、はい、あの、はい、発酵調味料に漬け込んだ国産の鶏肉を唐揚げにしているものと、うん、はい、こちらが当店 の塩麹と甘酒を漬けながらその3時間低温調理した、こちらもあの地元の山由利牛というお肉をローストビーフにしたのをこちらメインとさせていただいておりまして、さらに続いちゃっていいですか。ぜひお願いします。菊芋なんですけれども、こちらも塩麹でナムルにした生の菊芋であったり、自家製の甘酒をかけさせていただいている甘酒のかぼちゃサラダになっていたり、小松菜とヘビと塩麹のおひたし、さらにこのドレッシングも、ドレッシングにも、もうこちらひし塩マヨネーズというあの当店オリジナルのドレッシングになっております。へー、じゃあもうメニュー
に発酵調味料が使われている感じですね。そうなんです。こちらいただきたいと思います。あ、これもまた美味しい。このお肉の脂っこさは全然なくて、けどこのひしおですか、はい、ひしおっていうのはどういった、まあ、基本的にはそのお醤油とかお味噌の元になるものと言われてまして、これが今発酵させてる途中のひしおなんですけれども、はい、これ大麦と大豆を発酵させてるんですね。なんかちょっとブクブクなってるな。これなんか発酵の証ですか。もうブクブク発酵してきてる状態です、ね。すごい、ちょっと生きてるみたいですね。あ、まあ、生きてるんですもんね。まさに麹菌が生きてて、はい、それで今大麦と大豆を発酵させてるっていう状態ですね。こう食材の美味しさを引き立てたりとかもするんですか。そうですね、独特の美味しさも出せますし、うん、それ食べた時にその腸の中で善玉菌の栄養になってくれるので、うん、腸活にもなるっていうものになってます。これだけボリューミーでね、健康にあるって最高。本当体に優しそ う, そう。このお肉もね、いいよね、うん、こうやってつけるものによって麹が取れたりとかね。そうそうそう、羨ましい。へー、なんかすごい柔らかそう、ね、発酵してる。食べ物だけじゃなくて、こちらでは発酵の力を使ったある取り組みをされてるんですよね。はい、そうなんです。実は、はい、このカバンの中にあるものを入れて発酵させているんです。おう、さあここでクイズです。このカバンの中に入れるものとは一体何でしょうか。田崎さん10秒でお答えください。どうぞ。発酵するんでしょ。でもすごい可愛いバッグだったよね。かわいい。これでお米を入れるとお酒ができる。はい、もうお酒ばっかり。卵を入れるとニワトリになる。終了。はい、ということで正解は生ゴミです。はい。わあ。これがですね、はい、生ゴミの栄養たっぷりの堆肥になりまして、はい、これをうちの畑で野菜を育てるのにまた使っております。すごい。あ、そうなんですね。人もゴミが減って嬉しいですし、もう畑も栄養たっぷりで嬉しいですし、はい、でそれができた野菜が美味しいからまたその人も嬉しくなるっていう、なんかもう嬉しい循環ですね。本当ですね。みんなで嬉しい循環を回しましょうというのがこの取り組みなんです。いやこの取り組みはもうぜひ皆さんも一緒に参加していろんな発酵をしていきましょう。すごい、まさかあんなおしゃれなバッグに生ゴミ入れると思いますよ。卵入れるとニワトリはかけ離れすぎですよ。ファンタジーでしょ。もうね、鳩とか出てきそうです。マジシャンじゃないですか。コンポスター玉木というものなんですけれども、はい、こちらを使えばご家庭でも簡単に生ゴミを肥料に変えることができますし、作った堆肥をお店に持ち込めば栽培された野菜と交換してもらえるそうですよ。すごい、ま、いいんですか。はい、そうなんですよね。コンポスターって昔こう機械っていうか大きいやつでずっと動かしてなきゃいけないとかあったけど、大型のね、そうずっと動く機械でしたよ ね、簡単に今できるんです ね、場所取らないし最高。ところでね、うん、もうそちらのお味噌すごいもういい香りが漂ってるんですけど。大丈夫です、しなくても漂ってます。はい、もうね、あの確かにね、あの皆さんも待ち遠しいでしょうし、はい、お味噌の方も待ち遠しいでしょう ね、使われたいと思ってると思います。はい、ということでね、あの VTR にもご出演いただきました、はい、スローエイジング料理研究家斉藤香織さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、今日斉藤さんには、はい、熊井ちゃんが作ったお味噌を使ったアイデアレシピを教えていただきます。熊井さんが作ったそちらにあるお味噌を使って、はい、ディップを2種類と、それからドレッシングを1種類作ってまいりました。私のがこれお味噌のドレッシング。はい、それはそうです、お味噌のドレッシングでして、熊井さんのお味噌に、オリーブオイルと、はい、あとお酢と蜂蜜を混ぜたものになります。あ、でも簡単に家にある材料で作れるんですね。はい、そうなんです。いただきます。おいしい。、はい、お味噌
その甘みがすごいダイレクトに、そうです、ね、香りもいいし、でお味噌 の美味しさがすごくドレッシングを引き立ててると思います、うん、本当ありですね、すごくコクがあって美味しいです、はい、今こちらは、オリーブオイルで作ってるんですけれども、このオリーブオイルを、ごま油に変えて、あとお醤油をちょっと足したりすると中華風の味になったりですとか、あとは、粉チーズとか、うん、あとおろしにんにくを入れるとシーザーサラダドレッシング風になったりとか、いろいろアレンジもできるんですね、今召し上がっていただいているのは一番基本的な作り方でして、それにこういろいろアレンジができるというドレッシングです。美味しい。そちらは、ヨーグルトとお味噌で作ったディップになりまして、ちょっとマヨネーズの代わりにも使えそうな味ですよね、うん、そう、マヨネーズの代わりにも使えそうな味ですそのまんまですけど、本当にそうです。じゃあちょっと私ちょっと生野菜とか本当はちょっと苦手なところがあったんですけど、はい、そうなんですよね、でもどんどん進んでいただけるぐらいすごく美味しく食べやすいです、はい、そして私の方は、それは、はい、こちらはネギ味噌のディップになりまして、もうこれね、うん、お豆腐100丁ぐらい食べてます言い過ぎじゃない、これしょっぱになりますけど本当にこれはもう作り置きしたいです、ね、いいですね、あ、そう、斉藤さん、はい、まゆちゃんがね、実はカレーを作るときにカレールーを入れなくてもお野菜とお肉を煮込めももうカレーになると思ってたぐらいお料理がねちょっと、まあ、若干苦手なんです ね、はい、なのでまゆちゃんでも作れる簡単レシピってありますかね、はい、そういった方にぴったりなお料理をご用意してまいりました。ぴったりな、ぴったりです。もう私主婦になってもカット野菜一本でやってきた私でもいけるんですかはい、もう今日から作っていただけると思います。本当、題してどういったお料理でしょうか。はい、忙しいママにぜひ作っていただきたい、簡単にできて美味しくて、で、作り置きができるお肉料理なんですけれども、鶏の蜂蜜味噌焼きといったものをご紹介したいと思います。タイトルだけ、タイトル聞いただけですごい手の込んだ料理を、大丈夫かなと思いますけど、そうですね、斉藤さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。41年料理から逃げてきた私でも大丈夫、カナフルクッキングよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一緒に作っていきましょう。行きましょう、はい、お願いします、はい、まず、はい、その蜂蜜味噌だれを作りましょうか。タレですね、はい、まず、はいはい、こちらに材料用意してありますので、はい、このボウルに全部入れて混ぜてください。できそうそうですね、はい、でお味噌です。で今日は鶏肉でやるんですけれども、豚肉でも美味しいですし、スペアリブがおすすめです。スペアリブを漬け込んでおいて、今日は簡単にフライパンで焼くんですけれども、オーブンで焼いたりするともう結構いい一品になりますので、やってみてください。タレがね間違いないから、そうですね、はい、じゃあこれで、はい、鶏肉を切る作業に移りたいと思います。大きいとやりにくいので、はい、まずここで一回切っちゃいましょうか。はい、いきます。こう、あ、上手、あ、いけたいけた、切れたかな、あ、もうちょい、もうちょいですね、もう一息止めちゃってた41歳で鶏肉切っただけで上手ってなかなか言われないですよね。もう切れてます、切れてます、切れてます、切れてます。これを一口大に切っていきます。はい、これだとじゃあ、こういきましょうか。まずこうですね、はい、肉の向きを変えた方がいいと思います小森さんはここにいていただいて、肉を、はい、肉を縦にするとか。おもちゃん、それはお料理どうこうじゃなくても理解力がさ、もうさ料理じゃなかったねそれ。いや、見てるこっちがヒヤヒヤしてきますね。小森ちゃん頑張れ。引き続きこれ切らなくちゃいけないんですけれども、はい、実は、切って漬け込んだものを用意してまいりましたので。そんなことが、はい、これタレに漬け込んでから、はい、まあ、短くても30分ぐらい、余裕があるときは数時間漬け込んでいただくとより柔らかく味も染みてできますので、なのでそれを用意してきましたので、こちらを、はい、ぜひ使ってみてください。よかった。で皮の方に焼き色をつけて、はい、で焼き色がついたらひっくり返して蒸し焼きにするという工程になります。はい、あ、なんかいい匂いがしてきましたね。そうですね、はい、もう美味しそうだ。照りがなんかね、うん、いいですね。グツグツしてる。ニンニクが
いいですよね。で、蜂蜜とお味噌の相性がすごくいいんですよ。蜂蜜と味噌、へえ、なので、先ほど食べていただいたドレッシングとかディップにも、蜂蜜入れてるんですけれども、本当お味噌ととても合うので、で、そこにニンニクも入れてるので、とっても香りがよく仕上がると思います。へえ。じゃあ、この辺でひっくり返しましょう。はい、あ、いい感じ。いい色。美味しそうですね。美味しそう。美味しそうな焼き目。完成が待ち遠しい。野菜と、はい、ズッキーニさん、はい、蓋をして、はい、蓋をして、はい、弱火で。うわー、美味しそう。いい匂いが、パプリカとズッキーニの匂いも加わって、ね、いいですね。じゃあこれはもう強火で、強火で、と、はい、一気に煮詰めて終了です。あとは彩りよく盛り付けて完成ですか。はい、完成です。完成です。もう見てる方が疲れました。疲れた。できた。さあさあさあ、どうぞお召し上がりください。このお味噌の甘辛い香りが ね、食欲そそる。はい、いただきます。どうぞどうぞ。柔らか。味がよく染みてて美味しいですね。ほろほろだし。はい、では美味しい。いただきます。もうなくなりました。いやいやいや、まだ入ってる。入ってる。もごもごしてるやん。本当に柔らかい。とね、自分でいただきます。おいしい、おいしい、間違いない味だもんね。うん、人生の中で一番おいしいです。このね、ほんと甘辛さが最高においしいですね。そうですね。で、お味噌もすごく、ね、いい働きしてますよね。味がね、あって、はい、おいしい、おいしい。さあ、今日ね、発酵というね特集だったんですけども、うん、発酵についてこういったものもあります。こちらのパンフレットです。はいはい、発酵、こちらですね、はい、発酵と書かれている、神奈川県政発酵巡りの旅をテーマとして、スマートフォンで気軽に参加できる神奈川県政デジタルスタンプラリーが実施されています。発酵食品を扱う店舗などがチェックポイントになってまして、こうスタンプを集めますと抽選でね、素敵な商品が当たります。詳しくはですね、神奈川県政デジタルスタンプラリーで検索してみてください。さあ、皆さんもね、発酵食品でこの冬元気に乗り切っていきましょう。ということで、斉藤さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回です。なんか、でも楽しかった。先生との掛け合いとか、逆にずっと見ていたい感じでした。コーナーにしてほしいぐらい。こっちは疲れたけど。